大関の意地を見せられるか。大相撲夏場所13日目、24日、東京、両国国技館、大関豊昇流、2号イコール立浪、が幕内水藤、27イコール伊勢ヶ浜、おこて投げで下して9勝目、4敗。首位と人差を死守し、なんとか優勝争いに踏みとどまった。取り組み後の豊昇流は、優勝を意識、全くしていない。今場所は、 連敗から始まっているので、そういうのは意識しないで一番一番、最後まで頑張りたい、と無欲を強調。大関としての責任感を問われると、それはもちろんあるし、しっかり頑張らないといけない、と言葉に力を込めた。今場所は序盤の初日、2日目に黒星を喫して連敗発進。中盤にも平幕を相手に星を2つ落とし、すでに自力 V の可能性が消滅している。 昨年7月の名古屋場所で初優勝して以降、支配とは無縁。そんな大関に、日本相撲協会のトップも歯がゆさを感じているようだ。八角理事長、元横綱北勝海は、大関がもう一つ、二つきちっと勝っていれば、楽に優勝できるんだけど。不要なところで負けている。大関としての慣れというのかな。まだ、勝たなきゃいけない、という気持ちが強い。 それも含めて大関だからと指摘した逆転部位には残り2日間の連勝が必須条件。最後に存在感を示すことができるのか。